この人ずり寄ってきたのかな。そろそろ始めましょうかね。はい、はい、少し前、まだ前見たけどいい、うんうん、え、まだ前なの。あ、まあいいや、まあぴったしで、ぴったしだとあれ、あれでぴったしでいこう。はい、10、あれ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 、はい、はい、5、4、3、2、はい、スタート。第2回新生町の学校放送局が始まりました。場所は長野県千曲市稲荷山町にあります古民家、旧料亭松葉屋さんの一角より、女優の中西愛がお送りします。よろしくお願いいたします。本日お送りする内容は、さらしなナビコーナーは長谷寺の桜吹雪のスローモーション動画、ドローン空撮、催し物のお知らせは漫画家による仏の世界展、戸隠式年大祭、エコーわしら祭、チベット祭、西宝寺にて、前回2009年の時の大チベット祭の動画あり、詩の朗読は宮沢賢治、雨にも負けずとなっております。さらしなナビコーナー、長谷寺の桜吹雪のスローモーション動画です。長野県長野市篠野井塩崎、この放送している場所からすぐ近くにあるお寺です。そして今年の4月18日、長谷寺の観音堂で新たに鋳造した一光三尊阿弥陀如来像の御開帳が始まり、善光寺との古くからのご縁を形にしようと、お告げの善光寺如来と名付け、開眼法要をし、大勢が訪れ、三尊像を間近に拝みました。期間、5月6日まで。時間、午前10時から午後3時。場所、観音堂。どなたでもお参りできます。無料です。ドローン空撮。首相官邸の屋上に墜落し、その後発見されたことで一躍有名になったドローンですが、そのドローンで千曲市の桜を中心に撮影したものを紹介します。春田神社の桜。戸倉宿キティパーク。戸倉宿キティパーク内の千曲天狗。戸倉上山田温泉。
天狗の像案内板より。天狗は人の力では到底及ばない神通力を持ち、時には悪さもするが、こと苦難があれば人を助けてくれるものとされ、天狗にまつわる伝説は各地に存在しています。隣村榊町に住んでいた山伏の兄弟が、千曲川の大水でちりぢりとなり、うち長男が戸倉自在さんに移り住み、毎日厳しい修行を積みながら村人の幸福を願っていました。後に村人がこの山伏への感謝の気持ちから天狗として祀りました。これは当地に伝わる戸倉天狗さん伝説のあらましですが、この証しとして当公園右手奥の自在さんには天狗の松、天狗の祠などがあります。こうしたことから広く町内を見渡せるこの場所に、平和で豊かな町づくりを目指すシンボルとして天狗の像を作りました。天狗の像としては日本一の大きさです。天狗の像プロフィール。愛称ちくま天狗。性格人に優しく自分に厳しく、苦難には勇気を持って立ち向かう。身の丈8メートル、全長 9.5 メートル、体重5トン。構造鉄骨および強化プラスチック。平成6年11月千曲市。また戸倉上山田温泉の城山にある善光寺大本願別院観音寺では、善光寺御開帳に合わせ回向柱が建立されています。前回紹介した長楽寺の秘仏御本尊御開帳にも回向柱が建立されていますので、回向柱に触れ仏様とのご縁が一層深まる更科へ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。催し物のお知らせ。戸隠神社式年大祭。祈りをつなぐ神と仏に出会う年。戸隠神社の式年大祭は、古来牛年と羊年の6年ごとに行われてきました。戸隠神社は奥社、九頭龍社、中社、日の御子社、奉公社の五社からなり、昔は奥社までおみこしが渡御されておりました。現在の式年大祭では、奉公社の神様が御父神である中社の神様のもとに渡御され、親子のご対面をなさります。その本義には奉公社中社の両御祭神は、奥社の御祭神田地唐尾の御事の御委任の随、それぞれの御社に静まりまして、御神行を行い、その数々を奥社にご報告されることと記されており、戸隠神社の始まりが奥社にあり、神様が山麓に降りられたという神社の原点を思わせます。時代が現在に至っても、式年大祭の中にその意味が生き続け、人々の祈りの心が変わらず受け継がれています。
ポニョ。平成27年5月6日水曜日、奉公者の神様が御父神である中社の神様のもとに渡御され、親子のご対面をなさります。柱松神事、5月10日日曜日。柱松神事、別名斎藤神事の歴史は古く鎌倉時代に遡ります。江戸時代末期から中絶されておりましたが、中断されておりましたが、平成15年復活しました。戸隠独特の根曲がり岳や木で作られた柱松に火をつけ世情を占うという勇壮な火祭りは必見です。関与、5月24日日曜日。約2週間の御道座を経て奉公者へお帰りになる神様が関与の儀です。大々神楽、長野市指定無形文化財。大々は盛大の意で、ご神霊をお慰めし、また諸悪や災いを打ち払って清め払い、豊穣をいただけるよう祈ります。宝物館特別企画展、戸隠神社式年大祭。戸隠さん健康寺、国元御開帳所持とどめ帳。江戸天明年間の戸隠さん健康寺の御開帳の記録。善光寺戸隠二所詣の記録。ご飯さんご隠門頂戴。善光寺に三飯、戸隠に二飯でご飯。戸隠祭礼図巻。開催場所清流殿。入館料大人300円、小学生以下200円。釜まんじ。戸隠大神様は古くから水を司る豊穣の神として信仰され、社紋には荒草を刈り豊かな土壌を作り出す四本の釜を万字に配しています。神と仏が一体となって聖域が守護されてきた遥かな歩みを彷彿とさせる社紋です。戸隠神社社務所、郵便番号381-4101、長野市戸隠中社。電話026-254-2001。ホームページ http://www.togakushi-jinja.jp。 交通、4月25日から5月30日の間、運行される善光寺と戸隠中社を結ぶ祈願ライナーバスで50分、長野駅から戸隠の路線バスで60分。東日本大震災の被災者に祈りを捧げる。善光寺御開帳法山、漫画家による仏の世界展。開催期間
4月26日日曜日から5月31日日曜日、軽火屋さん、西宝寺。5月24日は休館日です。斉藤隆夫、赤塚不二夫、柳瀬隆史などの漫画家が参加されています。開催期間中にイベントも同時開催。1、軽火屋さんに回向柱が立ちます。善光寺現本堂建設時の松代藩宋普請奉行の宿舎で墓も残るお寺です。その深いご縁から御開帳回向柱の理財を松代からいただき建立。ご本尊親子地蔵尊との尊い縁を結びます。2、お坊様による法話対話形式を実施。善光寺の不思議、仏の不思議をぜひお気軽に聞いてみてください。スケジュール詳細はホームページをご覧ください。3、善光寺式一光三尊阿弥陀如来の塗り絵ワークショップを開催。小学生以下のお子様の参加が可能です。携帯電話で仏画作品をホームページに送るとホームページに作品をアップします。スケジュール詳細はホームページをご覧ください。ホームページの URL は http://mangabuda.com です。日本を代表する漫画家たちが描く仏画の世界が一堂に。絵解きの寺、軽火屋さん西光寺。全国善光寺如来同時御開帳をする26か寺の一つ、善光寺とゆかりのある歴史。西光寺は善光寺の門前町、長野市の中心街にあり、日本五大説教の一つ、軽火屋親子の物語のお寺として知られ、開祖軽火屋上人と石堂丸親子が刻んだ軽火屋親子地蔵尊をご本尊として安置しています。また絵解きを現在によみがえらせた絵解きの寺としても有名で、時を超え伝えられてきた親子の絆と御仏の導きの物語を分かりやすく絵解きしています。開祖軽火屋上人は高野山で修行し、後に善光寺如来に導かれ、この地に下り草庵を開き、日々善光寺へ参拝しながら地蔵尊を刻み念仏を広められました。善光寺との深い縁で結ばれ、その昔善光寺南大門と称せられ、善光寺参拝の人々が必ず立ち寄っていくお寺として栄え、現在も広く庶民に親しまれ、多くの人々が参拝に訪れています。これまでの開催、2014年3月第1回開催京都東寺、2014年5月第2回開催芝公園宗成寺、2014年8月第3回開催成田山新勝寺梅屋旅館、2014年11月第4回開催両国恵光院、
開催場所、浄土宗軽賀屋さん西光寺、長野県長野市北石道町1398番地、 JR 長野駅より徒歩5分。開催期間4月26日日曜日から5月31日日曜日。ただし5月24日は休館日です。開催時間9時から17時閉館30分前まで入場可です。料金大人500円、小学生以下無料。ホームページ http://mangabuda.com。 エコーバシラ祭、チベット祭、西宝寺にて。前回2009年の時の大チベット祭の動画あり。エコーバシラ祭、5月9日土曜日、16時から19時。5月10日日曜日、13時から16時。神おろしによるチベット伝統のケサル王武勲氏の語り実演。チベット祭、5月14日木曜日から16日土曜日。チベット式おねり、チベットごま、砂マンダラ祈願、チベット占いなど。ダライラマ法王開眼、観音マンダラ極楽堂瞑想体験の回廊公演。本邦初幸せ呼ぶ赤いエコー柱建立。4月1日水曜日から5月21日日曜日。開門時間午前9時から午後4時30分。長野で巡る2つの極楽体験。暗闇の中で仏様とのご縁を結ぶ有名な善光寺のお階段巡り。その善光寺の門前近くに立つ西宝寺に新たに極楽浄土の瞑想を体験できる回廊ができました。暗闇の中で仏様を感じる善光寺のお階段巡りと一筋の道をたどりながら具体的な仏の世界を体験する西宝寺の瞑想回廊巡り。長野でしかできない体験がここにあります。善光寺門前、善光寺より徒歩5分、安養山極楽院西宝寺。また毎年5月3日に善光寺の北の霊山寺にあるチベット法教院塔にて世界平和を願う法要を行っています。由緒は昭和37年1962年8月チベットの尊者3名と多田道観氏が善光寺に参籠し、千曲川の定石に世界平和規制の写経をし、これに随記する724名の教籍を合わせて増教数十巻とし、昭和39年1964年4月この聖地に法教院塔を建立して奉納しました。今年は52回目の法要でした。ここで前回の動画をご覧ください。
詩の朗読、宮沢賢治。雨にも負けず。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、毒はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。ただいまのマトリョーシカ型テルミンのマトリョミンの演奏は丸山慶也、曲は宮沢賢治作曲「星巡りの歌」でお送りいたしました。第2回新生町の学校放送局、いかがでしたでしょうか。長野県千曲市稲荷山町にあります古民家旧料亭
松葉屋さんの一角より女優中西八重がお送りいたしました。ありがとうございました。